パパの研究にこのことが書かれていたわ。預言者の墓所は忘れられた町の一つを見下ろす崖の上だと言われていた。言い伝えによると預言者が眠るオアシスがあるらしい。十字架だ。宝石を埋め込んだ繊細な作り、ビザンティン風ね。多分10世紀のものかしら。預言者の伝説にふさわしいわ。もしかしてこれが。を示してる。全部理解するのは難しそうだけど、でもこの言葉は、預言者、これだわ。パパは正しかった。では治癒の奇跡を行っているわ。パパのメモにも書かれていた。これはトリニティ教団により不当に殺害されたコンスタンティノープルの預言者による奇跡。異国の軍と話してる預言者だわ。彼は軍に武器を捨てるように言った。ギリシャ語はまだ勉強不足だけど、近くに何か隠されてるみたい。場所を記録しよう。彼は信者たちを砂漠の中でオアシスまで導いた。素晴らしいわ。パパにも見せてあげたかった。